クロノトリガーとクロノトクロスの間というか、うん、時系列的にはとても大切なポジションにある。結局だからやっぱりトリガーラジカルクロスっていうのは自分の中では本当つながってる。僕はあえてクロノクロスに関してはこう引き算で作っていた作品なんですよね。今回このクロノクロスをリマスターするときに、ラジカルドリーマーズを入れられなかったら次はない。皆さんどうもこんにちは、安本博樹でございます。スクエニの作り方、今回はクロノクロスラジカルドリーマーズエディションのプロデューサーである坂本浩一郎さん、オリジナル版のディレクターを務められた加藤雅人さん、そしてコンポーザーのミスター安則さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。割と緊張しております。何せ、まあ、クロノというものはね、やっぱ僕は触れてきている世代なものでございますから、その中でまたこういった形で、ね、あのクロノクロスが世の中に出るというのはとても素敵なことなんですが、そのお話を、ね、今日聞けるということで若干私も緊張しておりますが頑張りたいと思います。それではお一人ずつ自己紹介のほどお願いしたいと思います。じゃあまず坂本さんお願いいたします。はい、今回のクロノクロスリマスター版のプロデューサーを務めました坂本浩一郎です。原作には関わっていないのでちょっとこの並びで座らせていただくのは非常におこがましい気持ちでいっぱいなんですけれども、今日はまあ開発で何か面白いことがあったというのが伝えられればいいなと思っております。よろしくお願いします。お世話になります。お願いいたします。では続きまして加藤さん、よろしくお願いいたします。クロノクロスではシナリオ、イベント、ディレクションなどいろいろ担当しました加藤雅人です。よろしくお願いします。お世話になります。お願いいたします。三田さんもお願いいたします。はい、作曲を担当させていただきました三田康則です。よろしくお願いします。お世話になります。さあ、クロノクロスは2つの世界がクロスするパラレルワールドで時空を超えた冒険をする RPG、 ロールプレイングゲームでございます。出会う仲間40人以上で人と次元が交差する壮大な星のドラマが描かれる作品ということで、今回は開発者の皆さんに作品や音楽リマスターの概要についてお伺いしていきたいと思います。というわけでございますが、まあ、加藤さんは現在ライトフライヤースタジオの所属、そして道田さんは現在プロキュンスタジオの所属、どちらも作りではございません。そういうことです。はい、まあ、でももともとは一緒に当然オリジナル版作ってらっしゃったわけですけど、お会いになったりすることってあるんですか、お二人は。いや、ないですね。ないですね。全然ないですね。今日前回やったのっていつ、ライブの時の挨拶。そうですね。僕は人間嫌いなんで。そんな、いや僕嫌われてるって。人と会わないんですよ。そんな、ま、めちゃめちゃ陽気な方がいらっしゃるじゃないですか。本当だからプライベート講師とだから、仕事とプライベート全く切り分けちゃうんで、普段は全然、まあ会って会えばもう普通に当然仲良しだし、メールのやり取りとかね、SNS とかでは普段から、頻繁にやり取りしてるんで、そんなにだから疎遠になってるとかいうのは全然関係としてはないんですけど、でも初めからそんなにコミュニケーションを取るタイプではないと。そうです、全然あったりはしないですね。なるほど。これでもこのリマスターのお話が来たら当然打ち合わせみたいなことはなさったとは思うんですけども、その時にじゃあ結構久しぶりな感じだったり、サウンドの時も別に打ち合わせはみっちゃんとはしてないよ。会ってないですね。うん、僕は僕でやっぱりテキストとかそういうのはだからネットを通してもずっと仕事やってて、あとはだからサウンドはサウンドで、なるほどなるほど、スクエニガードで打ち合わせをしてもらうみたいな。でこの作品で一度に回数しか2人でお会いしたのはもうここぐらいなもんですか。そうですね、ここですね。なんかいいことやったかもしれないですね。今回の歌の歌詞に関してもね、メールとかで全部やり取りして書いては送るみたいな感じでやってたんで、直接会って話するのは本当に久しぶりですね。久しぶりですね。意外なところですが、なんか嬉しいことをした気がします。さあ、そして坂本さんにもお伺いしたいんですが、坂本さんはリマスタープロジェクトのプロデューサーということでございますが、どうでしたか今回のこの作業は。もともとプロジェクトを立ち上げた人間が、はい、まあ、いろんな事情でいなくなりまして、あんまり掘り下げない。そうなんですね。引き継いだ形にはなるんですけれども、はい、でまさにこのプロジェクトにおいて加藤さん三田さんとお会いするのは初めてですね、はい、自分は、はい、で現場の方でプロジェクトマネージャーの佐藤というものがおりまして、はい、ほとんどその佐藤がお二人とやり取りをさせていただいてましたんで、非常に貢献していただきましたので、
声だけで参加させていただこうかなと思います。じゃあ佐藤さん、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。自己紹介をやっていただいてもいいですか。はい、今回本作でプロジェクトマネージャーをした佐藤真理子と申します。はい、本作では、まあ、加藤さんや三田さんと、まあ、細かい調整をさせていただき、ゲーム内にどんな実装するかとかその辺も担当させていただきました。はい、じゃあもう何ていうんですかね、一番頑張った人みたいなもか、一番頑張った。もう自分は社内の方の調整をいっぱいやってたっていう感じなので。じゃあクリエイターの方々とかと連絡取ったりとか、はいはい、こんなこと言うのなんですが、あの締め切りとかそういうやつを、そうです、はい、まさにその通り、一手に担っていらっしゃって、大変でしたね、お疲れ様です。ありがとうございます。なので今回こだわった点とか苦労した点をお話しできればなと思っております。わかります、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、じゃあ、もう一回坂本さんにお伺いしたいんですけど、はい、このタイミングでリマスターを、まあ、ちょっと坂本さん途中からとはおっしゃって、ね、うん、おっしゃってらっしゃいましたけど、はい、リマスター版を制作するに至った経緯っていうのは何かあるんですかね。実はもうツイッターの方でコメントを出させていただいたんですけれども、もともと20周年記念に向けて作り始めたんですけれども、はい、まあ先ほど言ったように担当が変わったりであったとか、はい、もろもろの問題がございまして、はいはい、本当はこんなに作ってちゃいけないんですけど、もうちょっと前に出てたはずです。そうなんです。なんで23周年という形でマイケル・ジョーダンの背番号出る形になってしまいまして、ただその開発プロジェクトを立ち上げた時点でクロノクロスが遊べなくなる、はい、当時 PS3 でまだゲームアーカイブスっていうサービスで PS1 でのゲームが遊べたんですけど、PS4 がもうすでに出ていて、はい、PS4 でもゲームアーカイブスサービスをしてくれるかっていうのが分からない状態だったので、なるほど、このままだとクロノクロスが遊べなくなるぞというところもあったので、プロジェクトを立ち上げてリマスターしようという経緯になりました。なるほど、はい、そしたらもうプレステ5になっちゃったんで。そうなんです。まさにそのためです。さあ続きまして加藤さんにちょっとね、お伺いしたいんですけど、はい、リマスターするよというお話を伺った時、そしてねラジカルドリーマーズが復刻されることになりましたよというふうに伺った時、どんなお気持ちになりましたか。ラジカルドリーマーズに関しては、はい、昔から何度かやっぱりなんだろう、トリガーの、はい、新たな DS なり作るときに同梱したいというか、うんうん、一緒に入れたいっていう話は何度か来てたんですけど、その時はやっぱりもう昔のタイトルだし、なんていうのかな、途中で終わってるというか、うん、結構きちんと完結してないようなゲームだったんで、僕は恥ずかしくて、だからそれまでは出したくないに、新たにだから何らかの形で再生するみたいなのは嫌だっていうふうに断り続けてたんですけれど、その後なんかすごいプレネがついたりとか、なんか変な嫌な状況になっちゃってたんで、だったらもういいか、恥ずかしいけど、みんながな普通に遊びたい、遊べるっていう形にするんだったらそれでもいいやみたいな、ちょっともう諦めたというか、しょうがないからいいやっていう、そういう心境に至って、今回はもうじゃあ OK しますんでしっかり出しましょうみたいな流れで落ち着きました。でもクロノトリガーとクロノトクロスの間というか、うん、時系列的にはとても大切なポジションにある。そうですね、具体的にしっかりつながってる話というわけではないんですけれど、ポジション的にはやっぱりトリガーがあって、ラジカルがあって、うん、クロスを作ったっていう、作り手の心境の変化というか、ね、でも遊び手っていうユーザーとしてはもうめちゃくちゃ分かるんですよね。だって遊べなかったんですもん、うん、ラジカルドリーマーズマジ遊べなかったんですよ、まあ、普通の人は知りませんでしたから、ね、そうなんですよね。逆にプレネがついてる人も、要素の人も遊べたなと思いますけどね、すごいなと思いますけれども、まあ、そこら辺の話も後ですると思いますが、そして水田さんにもお伺いしたいんですが、本作のリマスターされるというお話を伺った時、どのように水田さんはお感じになりましたか。そうですね、僕が、まあ、スクエアに在籍してた時の作品っていうのが、はいはい、一つもリマスターされてないんですよ。例えばクロノトリガーもリマスターされてませんし、ゼノギアスという作品もリマスターされてないんですよね。あ、そうか。そうなんです。で、僕はなんかリマスターなんか出してほしいなってずっと思ってたら、クロノクロスのクロスの方が先に来た、先にクロス先に来たかみたいないや、なので嬉しかったですね。まあ単純にリマスターで、まあ自分の作品がもう一度蘇るっていうのは
本当に嬉しいなと思ってたので。でも楽曲人気がすごく高いところもあるし、いろんなゲームミュージック の, あのそれこそオーケストラコンサートとかって、まあ、日本でもあったし、うん、海外でもいっぱいあったと思 う, う、ね、時よく曲としてはすごくかかってることが多い曲だから、ね、なんか勝手にあったような気がしてました。確かにそれはなかったです。ないんですよねそうなんですよ。なんで本当に嬉しかったですね、うん、でもリマスターということは絶対音楽に関してはあのなんでしょうね、アレンジとかリアレンジのオーダーが絶対来るわけじゃないですか、うん、思っていたんですけど、もうクロノクロスの音楽はもうあのプレイステーションで鳴っている音がもう全て、うん、の 完, 成形もう完成形だったので、もう実は触りたくないっていう思いがありました、ね、あでもすごいですね、うん、そこはなんか嬉しい、なんかユーザーも喜ぶでしょう ね, そうね、自分が触れていたものがもう一個の完成形だと思えるのは、うん、まあ、素敵なお話も伺えておりますが、じゃあ次坂本さんにお伺いしたいんですけれども、はい、これですよ、ラジカルドリーマーズエディションはどういった部分がリファインされているんですか。はい、こうパッと見で分かると思うんですけども、はい、3D モデルが、うん、当時のジャギジャギした感じではなくなっていると、うん、まあ、プレステ1でしたからね。そうなんです、はい、うん、でも1の時綺麗でしたけどね、当時遊、そうなんです、あの遊んでる、僕が一番気にしてたのはやっぱり1を遊んだ時に思った印象と同じぐらいの印象になってほしいなという、うんうん、あの今結構プレイステーションのゲーム見るとあれこんなに汚かったっけっていうような印象があるんですけど、当時は最高でしたからね。そうなんですよねで、そうは思わないぐらい、うんうん、でも当時の印象はあるっていうところを狙ってはいます。リメイクじゃなくてリマスターですもんね。そうですね、そういう意味だとちゃんと踏んでなきゃダメですもんね、はい、でまあ当然読みやすさ、文字の読みやすさもなので、うん、フォントの HD 化はしたんですけれども、やっぱりこう昔懐かしい感じで遊びたいっていう方もいるので、あのいわゆる疑似ドットフォントと呼ばれている、はい、ものも入れてあるので、まあ、これは好きに選んでいただければと思います。これそっちでやっちゃいそうだな、はい、なかなかね、あの当時のフォントをそのまま使うこともいろいろ問題があったりするんですよ。はあ、そうなんだ。ちょっとあの見えないところでの権利関係とか、あ、なるほどなるほど、はい、ちょっと分からなくて変えた方がいいだろうと。なるほど、はい、なるほど。なので疑似ドットにさせてもらいました。はい。で背景フィルターっていうのがありまして、あのやはり当時の絵を使うと少しボケた感じになるんですけど、うん、フィルターをかけるとこう綺麗に見えるというものでございます。まあ、これもあの人の、ファンの方の好き好きなところがありますので、はい、当時の感じで遊びたい方はオフにしてもらえるといいかなと。とことんですね。そうです、はい、いやでもまあ思い出補正もあるから、その思い出のまま遊びたい方もいらっしゃいますもんね。そうなんですよね、うんうん、はい、それから結城先生がですね、あのイラストの、リファインをしていただきまして、あの当時の絵が実は途中状態だったものもあると。そんな、はい、いう話をマジっすか、はい、伺いましてですね、書いていただきましたが、もうこの辺は佐藤さんが非常に苦労したところですよねそうですね、はい、なかなか最初はイラストの使用させてくれないかっていうところでお願いをしに行ったところ、まあちょっとやっぱり心残りなところがあるので書かせてほしいっていうふうになりまして、はい、いや書いていただけるならばありがたいというところでお願いしたんですが、まあ最初はやっぱりあの使用の許可というだけだったので、はいはいはい、あのキャラクター数がクロノクロスとても多いの で、ね、間に合うのかというところが真っ先にそれを思いました、ね、思いましてスケジュールすぐに確認しますというところで間に合わせていただいたところですね。基本全キャラクターをあの、はい、あのリマスター版という言い方であえてさせていただきますけど、あの画質だったり書き直されたりとか、そうです、全キャラ、あの今出てるこのキャラクターたちは、はい、そうです、そら大変でしたね、はい、でもね、いいキャラ多いですからね。そうなんです、はい、まあ、なので、当時の絵に思い入れのある方もいると思いますので、これも原作とあのリマスター版を入れ替えることでも結構原作のイメージそぐってない、あの そこなってない気がしますけどね、うん、まあそこはこだわりですよね。あ、なるほど。あの塗り方とかも多少変わってますし、そこに関してはあの見る方によって分かると思います。なるほど、はい、まあ、でもその一つを見つけていくのも楽しさの一つなんじゃないかなと思いますね、はい、それで最後に三田さんがいらっしゃるんで楽曲をリファインしていただきましたというところでございます、はいはいはい、そうですね、実はプレイステーションっていうハードウェア的にいろいろ制約があったりしますし、
あとその音量的にこうある数値を超えると結構割れたりとかですね、音がビリビリって割れたりとかするんですね。で本当は、例えば司会っていう曲があるんですけど、これはもっとこうワイドにこう音を広げたかったんですけど、その音色的な問題でこう音が割れてしまうみたいなちょっと現象が出てたので、しょうがなくこうステレオ感をちょっとモノラル感っぽくして調整してたのを、まあ当時自分がこうしたかったなっていう思いを込めて広げてみたりとか、そういうノイズをきれいに取ったりとかですね、今回あの一曲一曲全部リファインをさせていただいたと。で音質がじゃあ結構変わって、そうですね、もともとオリジナルで出ていたノイズだとか、そのステレオ感みたいなのも全部調整しましたので、なるほど、はい、綺麗に整ってるんじゃないかなと思いますね。でもプレステの段階でね、ファミコンスーファミ遊んできた人間からするととんでもない音だなと思ってたんですけど、それでもやっぱそういうことあったんですね。いろいろもう制約があって、クラリネットみたいなそのポーっていう音は、はいはい、結構割れたりするんですよね。なるほど。なのでこうメロディーで使いたいんだけどこう使えないみたいなのが結構あったりして、はいはい、結構もどかしかったりするんですよ。そうか、そういうところ、まあ、それはまさにクリエイターの方しか分からなくて、僕らはね、与えられたものは最高だぜって言っているだけだったから分からなかったけど、結構大変でしたね。なるほど。サテラビューで配信されていたラジカルドリーマーズ盗めない宝石も遊べるということでございます。こちら坂本さん、ちょっとお話を伺ってもいいですか。はいはい、こちらはですね、1996年にサテラビューというですね、任天堂様が立ち上げたサービス向けに配信したものでして、弊社も、4タイトル、このラジカルドリーマーズ以外合わせて4タイトル配信してたんですけども、そのプラットフォームがなくなった時に同時にこのゲームは遊べなくなってしまいまして、もう、本当に幻の作品ですね。サテラビュー自体が本当にもう周りで、もう一回もう言っていいか、周りで持ってる人がいなかったです。うん、僕もいなかったです、はい、サテラビューってもう人工衛星ですもんね。そうなんです。サテラってついてますからね、はい、すごいことやってますよね。会社でしか見たことはなかったです。でこちら全部で7つシナリオがあって、はい、1つクリアするとまた次のシナリオが出てくるという形になっております。で加藤さんが脚本のメインシナリオが、きっと盗めない宝石編が、クロントリガーからつながりって言ってもいいですよね。つながりと、ポジション的にはそうですね。でクロノクロスの原型になったシナリオです。これ本当遊んでもらうと分かるんですけど、クロノクロスの冒頭部分とラジカルドリーマーズのシナリオはかなり、近いなと、あんまり詳しくは言わないですけど、キッドちゃんが出てくる段階でね、はい、思ってもらえると思います。でこういうサウンドノベル系で形式で物語が進みます。これは特に何かいじることもなく、そのままフォントをやはりいじりましたね。あ、なるほど、はい、そうだ、当時のままだと見づらいですし、あと後ろのグラフィックも一応高解像度化はしております、でもなんかテイスト昔っぽくていいですね。逆に。そうなんですよね。これあんまりパッキリさせるのは良くない感じになりそうだったので、この程度でというか、この頃はサウンドノベルもいっぱいありましたもんね、はい、ありました、ね、結構サウンドノベルではありつつも戦闘シーンとかもあったりで、一応主人公側にはヒットポイントが設定されていて、やられるとゲームオーバーになってしまうという部分もあります、はい、これはぜひ僕も遊んでみたいですね。これはでもね、遊びたいっていう人いっぱいいたけど、なかなかね、サテラビューっていうのが遊べる環境の人が少なかったから、遊びたいよみたいな話はずっと聞いてたんじゃないですか。今回そのね、リマスターに載せますってことを発表した時って結構反応あったりしましたか。そうですね、それも一緒にしてくれるんだみたいな感じな声が結構ありましたね、はい、結構僕らの中、開発の中でも今回このクロノクロスをリマスターするときに、ラジカルドリーマーズを入れられなかったら次はないと思いながら、このタイミングじゃないと多分リマスターというか世に出すタイミングがないだろうと思ったので、それで佐藤の方から加藤さんに入れたいんですって言ってもらいましたし、結構本当に必要なのかって言われる部分もあったんですけど、いや絶対に今ファンはこれを望んでるはずだと思ったので、かなり頑張って入れました。
なんかこのゲームをそのあのラジカルドリーマーズ入れるって話を佐藤さんから聞いた時に、はい、とうとう加藤さん折れたんだなと思ってずっと嫌だっておっしゃってたずっと嫌だって言ってたのでああ折れたんだと思ってよしよしみたいな感じだったんですけどなんか年食ったっていうのもあるかも ね、まあ、ねそれはあるかもしれないこの年になるともうどうでもいいや若い頃はみたいなえ割とみんなが断ってるっていうのは佐藤さんは知ってたんで、うん、あの加藤さんが断ってるよってのは聞いてたんですか。はい、それは実は知ってはいたのですが、知らないふりして、知らないふりして私は遊びたいですと。なるほど、はい、これ そうやってアクションを起こしてくださったおかげでこうやってこのゲームが遊べることになりましたが、やっぱりでも、ラジカルを作らなければクロスも多分ね作ることはなかった、うん、だろうと思うのでね。はあ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 、うん、作り始めた当初はまさかトリガーとつながるとか思ってなかったんですよ、はあはあ、あくまで本当にだからあれかな、セルジュとキッド、うんうん、ギルっていう盗賊のお話で、盗賊がだから山猫っていう領主の館に忍び込んで冒険をするっていう話としてオリジナルで書き始めていて、本当にだから終盤のラストの方になって、あ、これってこのキャラってトリガーのキャラじゃんって自分で気づいて、書いてる時は本当初めは全然そんなこと思いもしなかったんで、そういうふうにだからトリガーがあったからラジカルが生まれて、でラジカルが生まれたからまあその後またなんかちょっと間を置いてクロスやる時に、あ、じゃあラジカル未完成でほっぽったままだったからきっちり作り直すかみたいな感じになったんで、結局だからやっぱりトリガーラジカルクロスっていうのは自分の中では本当つながってる、一連の流れになってるなっていう感じではありますね。じゃあやっぱ遊べてよかったですね、本当に。さあ、ユーザーからの質問、こちらの方にも行きたいと思います。陽次郎さんからの質問でございます。クロノトリガーに登場したあるキャラクターにフューチャーした次回作を作成しようという構想はクロノトリガーの作成時からあったのでしょうか。これ加藤さんにお伺いしたんですけど、別にその段階であんまりなかった。そうですね、先ほども言ったみたいに、うん、やっぱりだからラジカル作る時にはそれがまたクロノとつながる話になるとかっていうのは全然考えてもなかったので、書いていく途中でそうなったと。そうですね、今すごく興味深い話をみんな聞けてると思いますけど、このラジカルが、ラジカルドリーマーズがなければもしかしたらなかったってことで、それをラジカルドリーマーズ自体遊べてない人がやっぱりいっぱいいるっていうことを考えると、今回のリマスターで入ったら本当に素敵なことだと思いますね。いや、良かったです。パラレルワールドの世界観になった経緯っていうのはあるんですか、何か。あれはやっぱりだから何かしらまた新しいものを作ろうみたいな話が来た時に、まあクロノではタイムトラベルものを作ったんで、今度なんか別のまた新しいことやりたいなと考えた時に、だったらパラレルワールドでゲームを作ろうかなみたいな。基本的に僕とりあえず以前やったことと同じことやるの大嫌いなんで、何かしら新しいもの、これまでやったことないものに挑戦するっていうのがやっぱり好きなんで、そういった意味でだから遊ぶんだったら、じゃあまあ、作るんだったら新しくパラレルワードっていうものを素材にして何ができるかということで考えたいみたいな、まあ、自分なりにだから次何やるかって言った時には、じゃあパラレルワールドはやろうって普通にだからストレートにストーンときましたね、自分の中で。すごい、パラレルにすることによって世界異常に広がるじゃないですか、そこでまたストーリーを作っていくっていうのも、あ、でももう加藤さんとかもう楽しいのか、それがきっと、めっちゃ大変そうと思いつつだけど、だからこそできることってやっぱ増えるのはいいことだったりもするか、そういうことですね。なんかだから作る時、前段階の時っていうか準備段階の時が一番やっぱり楽しくて、こんなことができる、こんなことやりたいみたいな、妄想とか構想をしている時がやっぱり間が一番楽しくて、でその時って大変だとかっていうのは意識しないんですよね。ああ、そっかそっか、こんなことがやれる、これもすごいぞみたいな、思いっきりどん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 広げてっちゃうんで、であとだから実際それをデータにする際に泣きながら作るみたいな、誰だよこれ考えたのとか、俺だって言うからこんなことやろうなんて言うんじゃねえよこのバカみたいな、泣きながら作るっていうのが毎回いつものパターンだったりするんで、本当だからキャラのセリフなりね、莫大な数になるとか、NPC もそれぞれ、世界が2つある分2人いて、それぞれ
みんな違った人生を生きてるよみたいなのも作んなきゃいけなかったりするんで、でそういうのはまああの、うん、作ろうっていう段階ではそこら辺は意識してなかったんで、やってみたらもう本当に泣きながらテキストを打つっていうそういう状況にはなりました。そう、あとはまあこれも結構なようよう考えたらとんでもないことなんですけど、仲間が40人以上、いやそれに関してはあれですね、もともとの構想ではあの村人全員仲間になるっていう構想だったのでもっと偉いことになってた。そうそうそう、さすがにそれはやめろとあの止めの声がかかったので冷静に自分でも考えてね、無理だなこれはと、あのそれはもうあのかなり初期の段階で諦めて、うんうん、であとはだからもう純粋にこんなキャラも欲しい、あんなキャラも欲しいってもうどん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 好き勝手に付け加えていったら、まあこんな感じでそうあれだけバラエティに富んだキャラが集まったみたいな、まあ今ねあのラインナップとしてこう見ると、うん、あのキノコって必要だったのとか言われるいらないよね。確かに今言われると俺もキノコいらないかもしれない。今こうやって話題に出るってことは必要なんですよ。かなりねキノコにはちょっと申し訳ないことしたなとね。柔軟のキャラみたいな。そうそう、もうちょっと考えて入れるんだったら入れるでもっとしっかり作り込んでやるべきだったし、いらねえよねとか言われるようなキャラになっちゃったのは申し訳なかったなみたいな。キノコイラストコンテストやってくださいもキノコに光を当ててください。さあ次皆さんからのメールもう一回いきましょう。これラルさんですね。加藤さんの中でクロノクロスのゲームとしてシナリオと音楽やグラフィックが合体した時に感動されたシーンはどのシーンでしょうか。どのシーンもセリフと音楽の融合性が素晴らしくて、セリフを見たらその場面の音楽が、音楽を聴いたらセリフと画面を思い出せるくらい印象深いものばかりです。ものすごく愛してくださっていることですね、うん、加藤さんはここのシーンが自分の中では水田さんの音楽とも相まって感動したぜみたいなシーンはありますか、うん、これはみんな言うと思うんですけど、あの司会のミゲルとの一連のやり取り、うん、まあ、ネタバレはねあんまりどこまでしていいか分かんないですけどもね。あそこもやっぱりだからあの映像と音と曲とあとやっぱり物語イベントっていうのもものすごい、あの、まあ、自分で作っといて言うのもなんですけど印象深いというか好きなシーンですね。であともう一つだけ、あの個人の襲撃の後のセルジュとキッドのやり取りのシーンがあるんですけど、ここもまたあの、うん、星を盗んだ少女のという曲が流れるんですけど、すごいセルジュとキッドの関係というかつながりをすごい絵と音とやっぱりまた物語であのいい感じになってるんで、ここもすごい印象に残ってますね。これは体験していただかなきゃ分からないですけど、うん、割と重いところがそう、ね、全部重いですね、うん、でも音楽とか確かに重いところの方がインパクトが来るものもありますしね、うん、あでも僕も分かる気がしますそれは。じゃあ水田さんにもお伺いしたいんですが、水田さんはいやもう今全部加藤さんが言ってるまさしくもうそんな感じですけど、うん、あのただあのオープニングの時の傷跡の曲が、うん、あの最初に納品してムービーとあの合体した時に見せてもらったんですよ、はい、実はあの一番最初に作られていた時のオープニングムービーってちょっと違う構成が違ったんですよ。あのいきなりあの楽曲が激しくなるところはセルジュが船に乗ってバーッと走ってるシーンからスタートしてたんです。一番最初 の, あのバージョンは僕それが大好きだったんですよね。で今あのその製品版になっているのはあのセルジュが次元をこう移動する、なんかこう海にふわーっと吸い込まれていくシーンからスタートするんですけど、でもあのどちらも好きなんですけど、 そのオープニングと映像がこう合わさった時の感動は今でも覚えてますね。鳥肌立ちました自分で見てて、あなんか自分の曲がこんなにかっこよく表現してくれるなんて本当嬉しいなと思って、あのだからムービーにこう音楽がついた時の第一印象っていうのが一番いつもやってて楽しいところなんですけど、それは結構今でも覚えてますね。衝撃でしたねそこのシーンは。もうすごく大事というかもう一発目ですもんね。一発目なんで
確かにテンションは上がる曲だし、ぜひ皆さんもそこも曲込みでまた楽しんでいただいたらなと思います、はい、じゃあ次行きましょう水田さんへ音楽に関する質問が届いています。小原さんより質問です。クロノクロスとクロノトリガーの曲にコード進行が少し似ているが同じにならない、クロノポリスとクロノトリガー、少し同じ流れの部分があるがやはり同じにならない、時の傷跡のサビとクロノトリガーのサビがあるような気がしています、作曲で交差する物語だと意図して作られたりしたのでしょうかと。はい、本当にこういうふうにしっかり聴いていただくのは嬉しいことですね。僕いつもよくやるんですけど、やっぱりこうゲームの内容をしっかり把握した上で曲を書きたいとずっと思っているので、曲のそのフレーズでもこう関連性を持たせて曲を作っていってるのはもう間違いなくて、本当に言われた通り、クロノポリスではクロノトリガーの、メインテーマの、コード進行だけ使ったりとかですね、例えば、クロノマンティークっていう曲も船で渡るシーンでかかるんですけど、それも構成をクロノトリガーでは ABC っていうサビっていく風になってるのをこうサビから始まって入れ替えたりとかっていうのをしながら、そのここはまたつながっていながらもまた違う世界なんだよっていうのをこう音楽で表現はしているんですよね。まあ、そういうところに気づいていただけると本当に嬉しいなと思いますし、だからもうオフィシャルに合わせみたいなことですよね。そうですねそういうことですだぜってことですね、うん、でもまあそこ気持ちいいですよね、気づいていただけると。そうですよね。そういうのってでももっといろんな場所に散りばめられてもうたくさん入ってます、ね、ぜひ皆さんそれも見つける作業も楽しいと思うのでやっていただければと思います。じゃあ次行きましょう。大森さん、クロノクロスの音楽は特に変拍子が多く使われている楽器や効果音もとてもプレイステーションのゲームの中でも特徴的だと思うのですが、前作クロノトリガーではまさに正統派 RPG の音楽から一転させ、こういった音楽をメインに据えようと考えた理由は何かあるのでしょうか。通常戦闘の疾風は、変拍子で乗りにくいはずなのに勢いやかっこよさ怪しさを感じられる素晴らしい楽曲だと思います。まあ、そうですね、変拍子多いですけれど、まあ、でもクロノトリガーがそのまさに正統派ロールプレイングの音楽かって言われると、もう多分当時はねドラゴンクエストとかファイナルファンタジーとかでもう有名なロールプレイングでしたけど、まあ、それとはまた全然違う路線を作りたいっていうふうに思ってたの で、ね、僕も何をもって正統派っていうのが難しいところだなと、ね、まあ、僕にとってクロノトリガーって全く正統派のロールプレイングの音楽もうロールプレイングといえばその杉山浩一先生が書いたようなドラゴンクエストとかねファイナルファンタジーの上松さんが書いたような、まあ、なんかそれが正統派のロールプレイングの音楽なのかなとなんとなく思っちゃいますけれども、まあ、なので正統派という感じではないんですけども、クロノトリガーも特にクロノクロスに関してはやはり結構尖ったことをやったなっていう、通常新しいハードに変わるとどうしてもこうゴージャスに音楽をもっと派手にとかゴージャスにしたくなるんですよ。開発陣からするとできちゃいますし、ね、もうできちゃうし、このハードウェアのもう全てを使いこなしてやろうっていう風な思いになるんですけど、クロノクロスってもうその真逆を言ってるんですよね。逆に音数を減らしてこう削ぎ落としていく作業をしたんです。なのでギターだけで表現したりだとか、通常ならもういろんな楽器が入ってこうゴージャスにするんですけど、僕はあえてクロノクロスに関してはこう引き算で作っていった作品なんですよね。なので自分にとっては非常にこうちょっとやりすぎた感があるぐらいの尖った感じがありますし、あと、まあ、変拍子に関してもすんごい確かに表紙は取れない、自分でも取れない曲たくさんあって、もう8分の5拍子8分の7拍子が混合してとかってそういう曲ばっかりなんで、まあなんか今聞くと変ですよね、なんかまあそうですね、それがまあクロノクロスの特徴でもあるのかな、個性なのかなと思いますけど、はい、エキゾチックというかなんかたぎるものがそこにありますけど、それでもこれはでも加藤さん的にはしっくりきてたんですよね、その楽曲はもちろん、うん、発注ってするんですか、こういうイメージみたいな。クロスの時はそんなになかったよね、うん、まあ唯一加藤さんと喧嘩したのは喧嘩いや、まあ、いつも喧嘩してるんですけど喧嘩したのはホームとアナザーで、僕は曲1曲でいいんじゃない
って最初は言ってたんです、はいはい、で加藤さんはいやアナザーとホームで曲変えないとっていう話をしてて、で実際に最初のアルニ村からこう、ね、あの次元を移動して次の町、はい、同じアルニ村に入った時にこうキャラ町の喋ってるキャラクターの喋ってる内容が全然違うわけですよ、当たり前ですけど、でそれを見た時にこれいるなって僕が間違ってましたって素直に素直に、はい、で書くことにしますあでもそこは確かにユーザーとしてはあった方がありがたいですね、うん、あの同じなんだけどなんか雰囲気違 う、うんうんうん、で自分がいる世界といない世界っていうのを音楽でも表現した方がいいなって感じたので、じゃあ加藤さん書きますということで書いてくれてよかったですね加藤さんそれはやっぱり実際自分でプレイしてみて、まあ、これはいるなってなりましたね。あそこは本当に最初はもう大変じゃないですか、もう簡単に言うんですよ一曲書いてっていう、その一曲書くのがどれだけ大変かっていうのは意外に分かってないですよ皆さんね、企画の方は特にそうなんですよね、まあ、ここで書いたものってぐらいの一曲、あ、僕一曲いるからって簡単に言うんですけど、いやそれ一曲書くのじゃん一曲でいいよって言いましたからね大変なんですよ一曲書くのね。じゃあちょっと別の楽曲いきましょう、ドレミファソレドレミファミレドさん、数々の楽曲が映像の世界観と見事にマッチしていて空気も感じられそうな素晴らしいものでした。クロノクロス時の絆とのメインテーマはどのように生み出されたのでしょうか、降ってきた感じですか、練り上げた感じですかと。ああでも、最初に加藤さんから絵コンテをもらって、でそれを見た時に、もうほぼほぼこういう風なサウンドにしたいっていうのが頭に浮かびましたね。それほどしっかり絵コンテが書かれていて、加藤さんが表現したいそのオープニングムービーっていうのがもうそれを見ただけで分かったので、うん、まあそんなに、まあ、降ってきた感じに近いですかね。もう最初にパッと見た時に頭から最後まで曲の構成はできてましたね。道筋はもう見えた、はい、もう見すぐ見えましたね。あじゃあやっぱそこはいやお二人も組むべきして組んでたんですね。じゃあ多分完成的になんか近いものはあったんですね。どうなんですかね。違うの？いや加藤さんの絵コンって多分見られると分かるんですけど細かいんですよ。絵もそうですし、なんかまあ、いやありがたいじゃないですか。すごく分かりやすいんですよ。ある意味。なのでもう漫画読んでるような感じですよね。だからパッと曲が浮かんでくるっていう感じなので、非常にやりやすいはやりやすいですよね。分かりました。ありがとうございます。もう一個の質問に行きましょう、アッサさん、クロノクロス時の傷跡で尺八を起用したきっかけや思いなどがあれば教えてください。もともとは忍笛だったんですけど違ったんです、はい、忍笛でうち何ですかデモは作ってたんですけど、はいはいはい、忍笛も尺八も演奏できる方で、はいはい、最初忍笛でこう演奏してたんですけど、なんかこう細くてですね、音が細くてなんかパンチに欠けるなみたいなのがあったんです。でなんか尺八でも吹いてみようかみたいな感じで、そのスタジオで奏者が尺八に変えて吹いた時に、まあ、これだって音色的にそのハマったんですよね。でその後弦のこの刻みとかを録音したんですけど、尺八だけだとなんかもう弦の刻みに負けちゃってて、これもなんかパンチに欠けるなと思って、そのバイオリニストにこの尺八のメロディーをなぞってくださいって言ってユニゾンになったんです。はあ。なんで最初のデモと完成したその時の傷跡はもう全然違う曲に聞こえるぐらいスタジオで作り込んだ感じですね。なのでその場の思いつきで結構いろいろチャレンジした楽曲なので、非常に面白かったですね。どんどん曲が変わっていったので、へ、うん、これは興味深いお話が聞けました、はい、ありがとうございます。さあ次行きましょう、しゆさん、ゲーム音楽好きですがクロノクロスが一番好きです。ちょいちょい水戸瀬さんボイスが入る龍神は運転中思わず口ずさんでしまいますが、なんと歌っているのか未だに分かっていませんもしよければ歌詞の意味を教えてくださいということですが、はい、これ多分ラスボスの曲ですよね。これ水戸瀬さんでは実はなくてですね。違うんだ、はい、北欧のヨイクっていう歌い方なんですけど、それの、
あの音源を使っています。で言ってることは僕も分かりませんオブリガード的なオブリガード的なそうですね感じで使っているので、はい。なので三戸さんが歌ってるのはあの悲壮っていう曲で、はい、あのセルジュがキットをこう刺すシーンで流れる、うん、ムービーですねで流れると思うんですけど、まあ、あのそういうところもボイスを入れるのは結構好きなので、うん、音楽にあのそこでこれがプレイステーションから流れてるのみたいなのをちょっと内蔵音源でその声を入れるっていうのが結構好きなんですよね。結構驚くじゃないですか、はいはい、あのだからそれをよくやりましたね。なんで、はい、何と歌ってるかは分かりません。ボイスではないし何と歌ってるか分かりませ ん, ませんごめんなさい全然回答にならないでも分かりませんという答えですさあ音楽についての後お伺いさせていただきますが、今回は完全新曲と新アレンジの楽曲があるとお伺いしたのですが、まず、新曲の作曲についての経緯をお聞きしてもよろしいでしょうかと、うん、はい、完全新曲、夢よ夢よ我が魂の日々を、こちらについてお願いいたします。そうですね、これ先ほども言いましたけど、僕は加藤さんがそのラジカルドリーマーズについて収録するのを OK するとは思っていなかったんですよ。あ、なるほど、はい、絶対嫌だって言うと思ってずっと、ね、そうしたで言ってたんで、で佐藤さんからこう OK 出ましたみたいな話を聞いて、え、じゃあどうやってゲーム選ぶんですかって言ったら、最初にメニュー画面を出して、そこでクロノクロスを遊ぶのかラジカルドリーマーズを遊ぶのかっていうメニューを出します。でそこで1曲書いてほしいんですって言われた時に、んということはこうクロノクロスとラジカルドリーマーズを今僕がその当時のことを思って、その2つのゲームにマッチするような楽曲は何だろうって考えた時に、なぜか歌物にしようって思ったんですよね。なんかもういきなりメニュー画面で歌物が流れると驚くじゃないですか。確かに。でそこに、加藤さんに詩を書いていただいて、その、まあ、キッドとセルジュの話を歌詞として書いてもらうと、な素敵なものになるんじゃないかなと思って、あのこういった楽曲にさせてもらったんですけど、これは詩は先にあの書いていただいたんですか、それともこういうのって後で当てはめていくものなんですか。もともとですね、僕が曲を書いて、そのメロディーに対して加藤さんが詩を書いてくれてます。で今回歌っているのはこのアイルランドの、まあ、昔もう今喋れる方は少ないんですけど、ゲール語っていう言葉で歌を歌ってもらってるんですけど、これがまた翻訳するのが大変でして、加藤さんの詩をまず英訳に直して、その英訳からゲール語喋れるもうおばあちゃんぐらいしかいない、もう昔の言葉ですから、で発音とかも全部チェックしながら、ゲール語の発音全部チェックしながら、こうやってこのキッドと同じぐらいの、当時彼女は16歳ぐらいなんですけど、キッドと同じ年齢の子に歌ってもらいたいと思って、そうですね、アシュリー・マクグリーンさんに歌ってもらうことになったんですけど、すごく綺麗な声です ね、とても綺麗で、うん、なるほど。だからこの、まあ、ミュージックビデオもそうなんですけれども、うん、まあ、その盗賊であったキッドがこのフードをかぶって最初歌ってるんですけど、その少女が成長して、その、うん、なんていうんですかね、あの盗賊からそのまあ普通の女の子に戻っていく、まあそういったのがこう映像で表現されているんですけど、まあ、まあ本当にあのセルジュを探し求めている感じがあって、すごくいい映像ですよね。これはアイルランドですか。これはアイルランドですね。どこでも何でも絵になりますね。なもう本当綺麗ですね。凄まじいところですね。でこちらの楽曲を聞いて、歌詞などもね何かにきっと書いてあるでしょうから、はい、見つつ聞いていただければいいなと思います。さあそしてアレンジ楽曲、こちらのこともお伺いしていきたいと思います。アレンジ楽曲、まあこれ、まあ、先ほど元々の音でみんなに聞いていただく、それをちょっとスケールアップしてみたいなお話をさせていただきましたが、アレンジ楽曲、これがアレンジ楽曲の方も存在するということですが、これが誕生した経緯ってあったりするんですか、何か。いや、もともとその先ほども聞いていただいた、はい、あのメニュー用に流す曲を1曲書き下ろしましょうっていうことで、
で、まあ、レコーディングってどうしてもですね、1曲だけ撮るっていうのはもったいないんですよ、うん、まあまあ、なので、であれば、まあ、限られた時間の中で撮れるだけ録音した方がいいよねっていうことで、僕がやってみたかった、これはレコーディングしてみたかった曲だなっていうのをピックアップして、水田さんチョイスなんですね。僕がちょっとやりたかった曲が何曲かありまして、それをアレンジしたんですよね、選択して、はい、ちょっと今こう画面出てますが、こちらの楽曲たちと、そうですね、溺れたにありますね、溺れたにありますね、はい、これはテルミナアナザー、まあ、運命にとらわれし者たちもこの人気曲ですけども、うん、まあ、溺れたにもそうですね、これは北欧のですね、スリーピースバンドのドリーマーズサーカスという、はい、バンドがあるんですけども、うん、その方々にアレンジしていただいて、彼たちにはこの曲の中で好きなのどれって選んでもらったんです。でそれぞれ3人いるんですけども、3人がアレンジを何曲1曲ずつぐらいやってくれたんですけど、それぞれのそのミュージシャンの個性も出てますし、本当にクロノクロスの世界を壊さない素敵なアレンジに仕上げてくださったなという感じですね。またでもさっきもね、音色の話でありましたけど、3ピース3ピースなんですよ。じゃあまた結構極限まで少ないというか、少ないですよね、うん、そうなんですよ。で、まあ、クロノクロスって、まあ、結構いろいろなところで言ってるんですけども、ドラムレスっていう、ドラムを使わない音楽っていうテーマでも作っていたので、うん、はい、あんまりドラムが入ってる曲ってないと思うんですよ、うん、クロノクロスに関しては。だからこうしたなんか本当にアコースティックな音色楽器が合うゲームだなと思いますよね。この PV も地元で皆さん撮ってらっしゃるんですか。うん、これも多分なんつーところだよ綺麗ですよねすごいな、それこそロールプレイングゲームみたいな本当はなんか夏の海で撮りたかったらしいんですけど時期が時期で冬になってしまったらしいんですけど、でもそれでもすごい美しいですね。ここは彼らのスタジオか何かなんですか。これはなんか博物館、バイキングの博物館っておっしゃってましたね、はい、で昔造船所とかそういったのもなんかやってた場所らしいんですけれども、なんかそういったところで撮影されたみたいですね。こちらの PV も、ね、MV もありますので、ぜひ皆さんこちらも見ていただければなと思いますし、はい、アレンジ楽曲の方もこう、ね、多分なんだろう、いわゆる今風アレンジとはまた違うかもしれないけど、クロノクロスだからこそできる世界観のアレンジな気も僕もいたしますし、僕自身も楽しみに聞きたいと思って皆さんも聞いていただければなと思いますが、これアレンジ楽曲、まあ、そうこれでどうだろうってくる、うん、まあ、してくださるわけじゃないですか皆さん、はい、監修みたいなことで何かするんですか。はい、まあ、そこのドリームズサーカスさんがアレンジした曲に関してはもう特に何もなかったですね、うん、もうっていうかいきなりスタジオに日本に来日されて、うん、でスタジオに一緒に入ってでいきなり弾き始めて、かっけえこんな感じみたいな、うわめっちゃかっこいいですねOK ですすぐ終わっちゃう、うん、そうですね。トータルでも見てもね、水田さんがいろいろ頑張ってくださってるので聞いていただければなと思います。さあ、ずっと話してしまいましたが、そろそろお時間なんだそうでございますペラペラ喋っちゃいましたが、そろそろエンディングのお時間になりますが、ユーザーからのメッセージをね、一つまたご紹介させてください。青柳さん、クロノクロスは今でも鮮やかな青い世界と人生を生きる NPC や仲間たちと賑やかに過ごした刹那の時間と過ぎ去った切なさが思い起こされる思い入れの深いゲームです。特に最後キッドにかけられたお礼の言葉には胸を打たれ、もし自分にも記憶にはないけど会いに来ようとしている人がいるなら人生をしっかり歩むことが誰かにとっての希望なのかもしれないと思うことができた作品ですと。これを読んだ後にどうですかって言いづらいんですけど素晴らしい文章ですよね、うん、でもこうやって思ってくださる方がファンにたくさんいるのは加藤さんもよく嬉しいものですよね、きっと、うん、そうですね。クロスはやっぱりパラレルワールドっていうテーマだったんで、うん、それこそなんか人生の、 もう、うん、作りっていうか意味ってやっぱり選択と分岐で成り立ってるみたいな形で
プレイヤーがクロスを遊ぶことによって自分の人生についてなんかいろいろと考えてくれたらいいなと思って作ったんですよ。でそれで僕側の人生ってこうだからこう生きなさいって言って答えを出すんじゃなくて、僕はいろんな問題を投げかけるから、プレイヤーはそれぞれ自分で自分の人生について考えて自分の答えを見つけてほしい、出してほしいっていう思いでクロスは作ったので、だからやっぱりまあ人生について考えて、自分もどう生きていこうかみたいに思いを馳せてくれたっていうプレイヤーの声を聞くと僕はすごい嬉しくて、逆にだからありがとう、クロスに出会ってくれてみたいな、で、あなたの人生はあなたのものだから、あなたの答えを見つけてあなたの道をあなたらしく生きてくださいみたいな思いでいっぱいになるっていう感じですね。そうですよね。でも当時ね、僕もお母ちゃん、実家の母ちゃん厳しかったので、ゲームやってるとギャーギャーうるさかったんですけどゲームも立派な体験経験なんですよね。そこから得ることもいっぱいあったんで、ね、頭ごなしにね、全国のお母さんと子供たちを否定しないでくださいよろしくお願いいたします。まあ、とても素敵なお話を聞けたんですけども、まあ、坂本さんたちにもう一回、ね、お伺いしますが、こんな素敵なメッセージをあるゲームをリマスターできてよかったんじゃないですか。いや、よかったですね。なんか僕は普通に遊べなくなることが嫌なんですよね。ハードがなくなることで、こんなに素晴らしいゲームが世の中で遊べなくなるっていうのが嫌だったので、やっぱりその、クロノトリガーがあって、なぜクロノクロスが遊べないんだみたいな状態をなくしたいなっていうところが最後の砦で頑張ってたみたいなところがあるんですけども、先ほどのようなメッセージを持ってる方がいるとなると、もしかしたらこうリマスター版を遊んでさらにこういろんな方にいろんな影響を及ぼせるんじゃないかと思って嬉しいですね。はい、はい、それでは開発者の皆さんに最後の質問となります。三田さんにとってのクロノクロスの音楽とは何ですかと。いや、そうですね、まあ当時何歳ぐらいでした、26とかぐらいでしたかね。そんな若い頃あの曲書いてたの、すげえ。本当に、いや、若い頃は尖ってたなってまあ今でも尖ってるといえば尖ってるんですけど、なんでしょうね、この時にしかこう作り得ないこうものがこのクロノクロスの音楽には込められてますし、本当に先ほどの方のメッセージじゃないですけど、この音楽を聴いて小さい頃にゲームをして、で、大人になってまたこの音楽を聴き直して、なんかその小さい頃の良き思い出がこう思い返されるっていうのが、まあ音楽のいいところでもあるので、そういった音楽までね気に入っていただけるゲームを作れたっていうのは本当に嬉しいことですし、僕にとって本当にクロノクロスっていう作品はとても大事な作品の一つじゃないかなと思いますね。音楽からでもどんどん深掘りできるゲームですよね。日本音楽も聴いていただければなと思います。続きまして加藤さんにお伺いしたいんですが、加藤さんにとってのクロノクロスは何ですかと。なんか当たり前なんですけど、はい、その時今その仲間と、あと自分の年齢とかその年でしか作れないものみたいなのが当然やっぱりあって、まあ、今の僕とこれからの僕はやっぱりものを作っていく上で、僕にしか作れないものをこれからも作っていくはずなんだけど、でもやっぱりクロスはあの時あの時代あの仲間でしか作りえなかったなと本当にすごい思うし、そういうふうになんか、しかもね、そういうチャンスとかいろんなものが条件が重なって、できる一つのなんか形がきちんとなんか合わさって綺麗な形になんか完成するみたいなのはものすごいなんかめったにないことだったりするんで、どれだけすごい人が、ね、メンバーが集まってもちゃんとしたものができる保証なんて全然ない世界だし、それがなんかスタッフ一人一人の力が結集してああいった形になったっていうのはすごい奇跡みたいなことだなって今は見ると、本当になんか
自分でもちょっと感心するというかびっくりさせられるし、なんかやっぱりクロスはちょっと僕の中でも独特というか、不思議なタイトルではあり続けるなという気がしますね。他のタイトルとやっぱりちょっと違ってかなりユニークな作品ではあるので、これからもずっと大好きな作品だと思います。ありがとうございます。とても素敵なお言葉でございます。さあ坂本さん、坂本さんはぜひ、ね、これをご覧になっているユーザーの皆さんへのちょっとメッセージをお願いしてもよろしいですか。はい、ようやく発売になりましたクローンクロスですけども、もうこれをご覧になっている時はもう1週や2週ぐらいしていただけてるんじゃないかなと思うんですが、発売当時遊んでいた方はもとよりですね、ラジカルドリーマーズに至ってはもう本当に遊ぶ方法がなかった、それを一緒に、一つのパッケージにして、世に届けられて、自分が見てる限りですと発売日0時からダウンロードして遊んでる方もいて、もう非常に嬉しい限りです。もうこれはネタバレにならないと思うんですけど、エンディングがマルチになってますので何週も遊んでもらえればいいんじゃないかなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。というわけでございまして、皆様本日はありがとうございました。ありがとうございました。